アムステルダムセボスボス想定上上空からアムステルダムセボスはオランダのアムステルダム市とアムステルフェーン市とアールスメイアの地域にまたがる広大な公園でアムステルダム市街地周辺では最大の面積を持つ公園。公園は3つの自治体にまたがっているが管理はアムステルダム市が行っており一部施設を除いては無料で開放されている。 アムステルダムセボスの公式ホームページによれば、公園は欧州で最大規模の公園で150種の樹木が植えられており、200種以上の野鳥が見られるということである。1923年にボス計画としてアムステルダム市役所により計画が立てられ、1934年から工事が開始された。この工事は経済危機時の雇用創出事業も兼ねており、 のべ5万人の労働者が動員された。1942年に公園の名をアムステルダムセボスと決定した後も工事は続けられたが、第二次世界大戦時には公園の一部がドイツ軍の駐屯地とされたこともあった。戦後工事が再開され、1964年に全ての工事が完了して現在の形になった。ボス。 想定上や外劇場キャンプ場常場,場学校公園案内所に最も近いのはバンナイオンロドウェグアンステルビンウェグバス停である。またメトロ51系統トラム5系統のバンボシュイーザンストラット駅からも 1km ほどの距離である。ありがとうございます。